独立開業ができる業種ですが、従業員が育てば退職し、お客様も離れてしまいます。育てても育ててもこの繰り返しです。なかなか店舗展開がうまくいきません。どうかアドバイスいただけないでしょうか。まず給料を高くするしかないんですよ。で、リラクルがなぜあんまり独立しないかというとですね、もともとはリラクルってまあ約3000円のお客様からもらう売り上げなんですよね。そのうちの2000円をバックするんですよ。基本的に家賃とか材料代とかはまたうちが払うことになりますので、うちの儲けが比較的少ないんですよね。なので独立してリスク取ってやろうって思わないわけですよ。なおかつ指名料は全額スタッフさんにバックしますと。その全額の指名料に関しても個人で決めれるんですよ。自分で好きな金額を決めれます。なので、なかなかやめないと。で、独立するのっていうのは結局は間取られてる金額が大きいなって感じるから独立するんであって、そこら辺改善したらいいんじゃないでしょうか。要するにね、利益出しすぎです。多分ですよ。それで利益がないんだったら利益出ないなって言っとけば独立しないと思いますよ。